ようこそ、ハルフレチャンネルへ。今回は、キャノン RF24-105mm F4L ISUSM を紹介します。このチャンネルでは、パソコン、カメラ、ガジェットなどを紹介しています。よければチャンネル登録、お願いします。最初に特徴をまとめていきます。焦点距離は、24-105mm をカバーする、ズームレンズです。全域で開放 F4 という明るさを持ち、ズームしても数値が変わらないので使い勝手がいいです。また、適度にボケ感のある写真が撮れるのもいいですね。L レンズで、初めて動画撮影時の滑らかな AF を可能にするナノ USM を採用、5段分のテフレ補正効果も備えた万能レンズです。最短撮影距離は45センチ。最大撮影倍率は 0.24 倍です。もう少し寄りたいなぁと思うシーンはありますが、数値上は意外と寄れるレンズだったりもします。サイズは 83.5×107.3mm、重さは 700g で、このクラスとしては軽いです。フルサイズレンズってもっと重たくて、ゴツゴツしたイメージもありますが、RF24-105mm は EOS RP との組み合わせでも振り回しやすいです。お値段は15万円前後で、価格改定により高くなってしまいました。現在は、駆け込み需要もあって、納期が1、2ヶ月ほどかかるみたいです。続いて描写面をチェック。さすが、最新の R システムといったところか、しっかりと解像感も得られ、隅々までシャープです。かといって、硬すぎる印象はなく、細めの線でしっとりと描いてくれるような印象も持ちます。階調表現を見てみると、ハイライトからシャドウまで破綻のない点は素晴らしいと感じます。24-105mm という焦点距離は、日常においてよく使う距離だったりもするので、扱いやすいというのが正直なところ。色のりも申し分ありませんし、ボケも結構綺麗だと思いました。デフレ補正も強力ですので、暗いシーンでも安心してシャッターが切れますし、AF も正確で速いです。不満をつけるのが難しいくらいですね。EOS RP との組み合わせで数時間持ち出しましたが、体力的な負担も小さくて助かりました。ということで、RF24-105mm のメリットは、高画質なこと、クラスとしては、軽いこと、広い焦点距離をカバーすること、デフレ補正が強力、ボケを楽しめることです。防塵防滴に対応しているのもいいですね。日常で欲しいなぁと思う性能は全て網羅されているので、これ1本用意しておけば安心というシーンが多いです。弱点が少なく、R システムのメリットである軽さを活かしきれるレンズだとも感じます。逆に、デメリットは価格がそこそこ高いこと、納期がかかってしまうことくらいです。それほど人気があるという証拠でもあるので、運よく見つけたら確保するくらいの気持ちでいいかもしれません。総合的に見ても、非常に満足度の高いレンズであることは間違いなく、キャノンユーザーなら、必携の一本とまで言えるかもしれません。目的のない撮影に持ち出したり、逆に一本でどうにかしないといけない状況にも対応できます。RF24-105mm とお気に入りの単焦点レンズがあれば、システムはほぼ完成したと言っても良いレベル。当初は、マウントアダプターに EF レンズを使おうと考えていましたが、無理をしてでも購入して良かったです。今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価していただけると喜びます。Twitter やブログもやっています。概要欄からぜひチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。